なんだけ腕がいいシェフでも質のいい食材ないといい量でできないです。そう、だから、まあ相手次第ですね。それこそだって今はどんどんさ、シュアボのレベルがさ、上がってるからさ、あのー、ね、いい食材そうって,って言われるけど、別に昔の選手だっていい選手だ。ただ、相手が強いから、で、レオザフットボールのチームと試合するって言ったら、相手のモチベーターになるんですよ、僕が。倒してやろう。で、今後僕がいくら楽しくてさ、みんなといるのだけで満足ですって言っても、4分にいることは許されないんですよね、僕の仕事上。 上にいないといけななとけからそうで,そういう、ねでね、一般の人というかさ、普通の人はさ、こう僕が言ってる戦術的なこの知識だったりとか、こういうものとあの、現場でそれをやる選手の能力っていうのを別に考えてくれないから。なんでこんだけ偉そうに語ってるのに、現場で力が発揮できないっていうか、結果出さないよという,そう。だって、何もしなくたって、すごい強いチームの監督になったら、勝てるんですよ。で、めちゃくちゃ頑張ったって弱いチームの監督になったら、勝てない、これはもうみんなわかるじゃん。 っていうのをあの分かってもらわなきゃいけないから、どんどんいい選手を入れるし、だから相手弱いところばっかりだったら別にあの昔の選手たちでも自分たちが質問勝ってるし、だからまあ、辛いことの、そういうところで言うとね、辛いこと連続かもしれないですけど、ただこういうのはね、辛いことっていうのもちょっと偽善的なところもありますかそれすらも楽しんでるようにしないといけないですよね。